ビジログ8周年おめでとうございます。おめでとうございます。アンブレラです。アンブレラです。もうお世話にしか習ってないですよ。8年ですね。あの、うん、大阪 ESP ホールのライブから、うん、もうそんな経つんです。そうですね。懐かしいですね。懐かしいです。我々もね、出ましたからね、はい、立ち上げちょっとぐらいかな。そう、立ち上げからすぐ僕らの特集をしてもらってね。そうですね。ありがたい限りですよ。そうですね。じゃあ自然と私たちの年上になるんですね。そうです。1年年上でござんすか。いや、ビジログさんもあれからね、もうすごくこう発展なさって、はい、うん、すごいっすよ。すごい、うん、うん、我々もぜひちょっとコーヒー気にいただければと思いますので、はい、そうですよ、コーヒー気に、そうですよ、コーヒー気に煙が出るほどに。そうですね。2018年もね、すごく、はい、コラムね、経済会させてもらったり、うん、お世話になりましたんで、2019年も藤岡さんって言ったら、まあ、ブログもそうですし、イベントも、はいはい、うん、ね、ネット配信もね、はい、すごく多岐にわたってこう頑張ってるメディアさんなんで、はい、うん、幅広い。そうですね。今後リリースの際とかまた、載せると思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では告知させてもらいましょう。してよ。はい、してよ。2019年、はい、我々3月にて、はい、3月で9歳を迎えます。はい、はい、ビジログさんより1つ年上でございますが、はい、先に年を迎えます。それにあたってですね、3月24日、はい、高田のババエリアにてアンブレラ全曲ワンマンを行います。はい、はい、全曲ですよ。何曲あるんでしょう今。60ぐらい、うん、多分60曲やるということは、まあ5、6時間か。はい、まああなたが好きなあの曲もやるでしょう。それはどうかな。やる、それはどうかな。それはどうかな。一曲あたり70円ぐらい聴けるっていう。ああ、ほんまや。安いね。安い。定額パケット料金みたいな。MMF でダウンロードしちゃう。安い。何かしら絶対好きな曲はあると思うんで、初めての方とかもね、今から、うん、今からですよ、アンブレラを知るには。来てよ。でよ、お願い、友達か、お願い、お願い、お願いおねえか。もうそんな感じで僕らの9周年も2009年はありますので、ぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いしま す, しします。それでは皆さんもね、これらの9年、10年、はい、100年、200年と続いてもらえるように、うん、長く我々もちょっと頑張りますんで、はい、しんどる。いける。逆に怖い。生きる。これからもよろしくお願いします。お願いします。